とある白と黒で作られている薄っぺらい世界がありました。そんな世界に住む一人、その不思議な箱には穴が開いていて空洞になっていました。それなのに、まるで中に物が、中に手を入れてみるとボタンが2つついている四角い板を見つけます。箱に映し出された、見たこともない綺麗な風景に、彼はびっくりします。不思議なことに、リンゴを手に取ることができましたが、箱の外に出すといつもの見慣れたリンゴに。それを見て、彼はもしかすると、この箱の中へ入れば、あっち側へ行けるのではないかと。目の前には、箱の外から見ていた場所がありました。これで彼は確信。